ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、アーミーオブザデッドの、デビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。あらすじ、考察、評価、補足情報、キャストなどをぐっと圧縮してまとめました。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていって。今来た産業、最近作られた金のかかっていると思われるゾンビ映画、誰におすすめなのぜ。ゾンビ映画好きにおすすめ。では、シナリオの解説をします。シナリオは、政府がなぜか、ゾンビを作ってて、そのゾンビをエリア51から護送中に、クソバカ無能な軍隊と、ゾンビアポカリプスの着火剤のオバカップルが衝突事故。そして、そんなに危険な生物兵器ならクソ雑で、ガバガバなドアのついたコンテナとかじゃなくてもっと厳重に、20、30にも檻を作って、護送も交通規制するとかして運べよという、ツッコミ全開の雑な展開を見せつけられた後に、クソ仕様のドアが開いて、ゾンビが雑コンテナから脱走、ゾンビアポカリプスが発生、挙句に指揮官が、今すぐそこから逃げろって、低予算ゾンビ映画なのかな？ってくらい設定が雑いのぜ。ちなみになんだけど、28日後ってゴッドゾンビ映画だと、過激派動物愛護団体が、ゾンビ菌を持っている動物を逃がしてゾンビアポカリプスが発生。デッドライジングだと、ババアインパクトによってゾンビアポカリプスが起こるので、ゾンビ映画におけるトリガー役のバカの存在果てにお花のぜ。まあ、それにしては、近年稀に見るガバガバシナリオでたまげたなーってなったけどね。まあそんな感じで、ラスベガスゾンビーパンデミックが発生する。で、そのゾンビーパンデミックが発生したラスベガスで、デッドライジングよろしく、生き残ったサバイバーたちが今作の主人公枠。で、このデッドライジングっぽい装備を使ったキャラだったり、デッドライジングさんっぽい見た目や演出の、ゾンビーパンデミックになって、生き残ったサバイバーたちはこうやって生き残りましたという、よくできたオープニング兼、つなぎのシーンが入るのだが、この映画のクライマックスはこのつなぎシーンであり、このつなぎシーンはデッドライジングさんっぽくて、本当によくできているし、このシーンを見て、いいデッドライジング再現 PV だったな、と思ってこのままこの映画を閉じることをおすすめ。デッドライジングは1と2がガチで面白いのぜ。で、多分時はそこそこ時間が経って、ゾンビを隔離することに成功したラスベガス。ラスベガスでゾンビーパニックを、生き抜いたサバイバーたちはそれぞれ底辺な生活をしており、金持ちの男がラスベガスの金庫に大金が眠っているから、その大金を政府が核兵器でラスベガスを焼き尽くす前に回収してくれや、という依頼を受けて、一発逆転を目指して、主人公チーム、エスポワールを結成。その名はエスポワール、希望の船。なのぜ。で、まあリーダーはガーディアン・オブ・ラ・ラクシーの、ドラックスなので大丈夫だろうということから、ラスベガス生き残りサバイバー仲間を集めてチームを編成。それと同時に、ラスベガス近郊の隔離施設では、主人公の娘の人権派活動家のキム・バウアーが、お元気よくスタンバイ。あ、人権派？プラスキムバワー、怖くて震えが止まらないのぜ。で、この魔王キムは、隔離施設にいるメキシコの不法移民の女が、金が欲しいからという理由から危険なゾンビーはびこる隔離地帯に密入して、金をスカベンジしたい、という、んなもん好きにやらせて、さっさとゾンビーに食われちまえ、という感じなのだが、人権派のキムバワーは、人権派なのでこれを見過ごさない、口先介入を始める。で、そんな感じの胸クソシーンを見せられつつ、本当にこんなに長尺いる？って感じで、そ無駄に時間を使って仲間を集めつつ、やっとこさ、ゾンビエリアに入ってドンパチ始めるのかな？と思ったら、魔王キムバウアー参戦、もう悪い予感しかしないのぜ。バカな不法移民の女がゾンビエリアに向かったから自分はバカを助けに行く、と言い出す。最悪なことに、自分一人で行ったらゾンビに殺されるのがオチ、でも私はバカ女を、助けなきゃならないの。こういうやつさっさとダメをべらしてくれないかな？なのぜ。だから主人公のとっちゃま、あたしのことを守りなさい、という、おいおい、クソを煮詰めたようなシナリオだな。というような感じ。でここからは、なぜか、人間と同程度の知能を持った謎のゾンビー軍団が現れ、無駄に尺稼ぎをする迫真の演出なのぜ。内部のクズ同士でクズでイチャコラをしつつ、モラトリアムをしつつ、果たしてこのクズチームの誰が、生き残るのだろうか、という、ゾンビーバトルロワイヤルが始まるのであった、というシナリオです。はい。こっからは、まとめ、感想の話を始めます。
ネタバレ注意なのぜ。まず、この映画のいいところなのですが、オープニングが極めてよくできている。この改造グラインダーで戦うシーンとか、このわらわらゾンビーがいる、バスの上に乗ってる生存者とか、まんまデッドライジングさんって感じでよかったのぜ。次にこの映画の新規性がある部分が、生存者の中にクズがいる部分、ゾンビーサバイバルって極限状態だと、チームにクズが存在しえないから、割とほとんどのゾンビー映画ってクズが存在しえないのぜ。クズは手におはによってすぐ消えるしね。でもこの映画って内部に裏切り者を入れたりして、ゾンビープラスアウトレイジ。って感じに仕上げている部分が新規性があって設定が斬新でした。このサングラスクズとか、この警官クズがいい感じに場をかき乱してくれるから、ゾンビーものっていうよりもアウトレイジみたいな、全員悪人、って感じが出ててべね。裏切り、報復し、因果応報、っていうのがよくできているのぜ。で、ここからはこの映画の、良くないなっておまんじゅうたちが思った部分を解説します。この映画のファンは今すぐゲームの電源を切るんだ、なのぜ。まずは、そもそも、ゾンビー映画って、ゾンビー映画ファンしか見ないような気がするから、まあどうでもいいと思うんだけど、導入の設定雑すぎない？ガジガジされたらゾンビーになっちゃう。でゾンビーを作ったなら、絶対によそに移動なんかさせないし、仮によそに移動させるとしても、こんなガバガバな移動プランなんか立てないのぜ。そうそう、少なくともガチガチに拘束して、麻酔かなんかで眠らせて、ロックも核でも壊れない金庫にしまって、移動も道路を封鎖して行うと思う。それくらいの安全マージンを取ってないと、ブルって移動なんか許可できないのぜ。まあこの辺のさじ加減って割と難しいのはわかりますが、この導入はないかなって感じです。例えば、この映画のオープニングの、パクリ元となったデッドライジング1なんかは、ババアインパクト、と言って、ババアによってショッピングモールが大惨事になるのぜ。それに関しては様式美として笑えるし、この映画はまあこれが様式美かなって感じなんだけど、無駄にセットが豪華というかガチガチだから、それはないだろうって思ってしまうのかもしれません。これがさじ加減が難しいって部分なのぜ。とりわけガバガバコンテナが開いたら逃げろって指示してて、お前、逃げたら収拾つかなくなるってわからないの？ってくらい、司令官が無能だしね。雑いなってことで、これ以降の期待値がググッと下がったのぜ。で、ゾンビー映画好きなら誰もが知っているネタで、ゾンビー映画に出てくる軍隊は、超絶弱体化をするデバフがかかる。手におはとかって、知らない人間はどう思うのだろうか？ゾンビー映画に出てくる軍隊と、核混成ヘリは信用しちゃダメなのぜ。で、次がこの映画って、ぶっちゃけモラトリアム映画なので、ゾンビーバンバンぶっ殺して 100%。でドーパミンドバドバ出したいアクション映画好きには、チューニングされていないわけ。この映画はゾンビー映画にしては2時間超えの映画なんだけど、1時間くらいはモラトリアムで水増ししているから、本当にしんどいのぜ。あとはこの嫁ゾンビーが出てくるシーンとか、無駄に長尺で撮るんだけど、きつすぎて正直しんどい。古来性のないせっかち時代に、この撮影方法を使ってるのがきつすぎるのぜ。コンテンツ型によって、ジャンプカットって言って無駄シーンや無言シーンは、ガンガン削っていかないと、刺激が少なすぎて視聴者さんが飽きちゃって離脱しちゃうわけ。雑に説明すると過剰な刺激に最適化したのぜ。だからこの嫁ゾンビーのシーンも、お持ち帰りのシーンも、長すぎだろ？って思うわけ。8倍速で飛ばすのぜ。こんな感じで、この映画って本当に無駄シーンが多すぎてて、倍速なければ本当に見るのがしんどい映画になってます。この映画の監督って、ドーン・オブ・ザ・デッドとか、狙撃列に面白いウォッチメンって映画を撮った監督なんだけど、どうも、センスが2010年とかで、停滞しているような感じで、2020年に最適化されていないなって印象なんだよね。ジャンプカットを多用して、無駄シーンを削れるだけ削れない映画は、退屈すぎて見てられないのぜ。次にこの映画の、魔王キム・バウアー、について解説。キム・バウアーはドラマ24に出てくる、主人公、ジャック・バウアーの娘で、キム・バウアーのロールはタイムキーパー、お邪魔キャラってロールなのぜ。24ってドラマは1話1時間ってドラマで、24話構成の映画であり、24時間かけて事件を解決するって、くっそよくできた面白いドラマなんだけど、このドラマって基本的に主人公のジャック・バウアー含めて、探偵役、問題解決チーム代わりと優秀だから、事件を24時間かけなくても解決できるわけ。それだとギッチョンチョンなのぜ。そう、それだとドラマが16アワーとかになって24ってタイトルにならないわけ。ここで登場するのがキム・バウアーで、彼女が余計なこと、お邪魔行動をシナリオ内でしまくる。お邪魔行動によって、事件解決を遠のかせて、尺稼ぎができるわけ。これがキム・バウアーマジックであり、キム・バウアーのお邪魔行動によって、24ってドラマが成立するのぜ。というお邪魔キャラの代表みたいなのがうちらにとってはキム・バウアーって存在ね。で、次に、アクション映画において、本当にただただ不愉快な性格設定している奴らがいわゆる、人権派、でありこいつらは基本アクション映画に出さない方がいいし、
出すならしっかり、ざまう、させるべき案件なわけ。こいつらはアクション映画から心地よさだったりリズムを奪うし、本当に出していいことないのぜ。でこの映画におけるこの女が魔王枠なのには理由があって、お邪魔キャラロールに加えて、人権派という不特定多数の視聴者さんと、おまんじゅうを極めて不快にさせるロールである。そして極めつけの最後の理由が最悪で、主人公の娘という、この手の映画ではほぼ生存ルートが確定している。映画好きはこいつが映画においてガメをべらしたり、盛大に、ざまう、しないことを知っているので、画面に映るたびに苦痛を味合わなければならない。いやもう本当にあんこの底からきっついのぜ。この魔王が画面に映るたびにガチで、きっついわー。って気持ちになるのぜ。でこの映画って水増し映画なんだけど、この魔王が尺稼ぎ担当なわけ。親子の確執、バカの不法移民の探索、感動のエンディングと本当に魔王のシーン全部いらないし、本当にただただあんこの底から不快な存在で尺稼ぎをするという、お前人の心とかないんと言いたくなる。おまんじゅうを不快にさせたくて仕方のないドSなシナリオをしててモルトベーね。で最後に主人公の娘が最後にどういう扱いになるかによって、おまんじゅう的に星1になるか星 1.5 になるのかという感じなのだが、予想通り不死属性付きという何のひねりもない。ガチでこの映画の監督何したいのってくらいセンスがないエンディングで草生える、クズたちがアウトレイジ始める映画なので、ワンチャンやってくれるんじゃないのかなって思ってたのぜ。この映画で主人公の娘だろうが、ガメをベラさせて視聴者さんに、腹の底から、ざまみろ&スカッと爽やか、の笑いが出てしょうがねえぜ、してくれるのかなって一流の望みをかけていたんだけどね。最後までド S 映画を貫いたのぜ。逆にすがすがしい気持ちになったのぜ。まあ、仮にこの魔王がガメをベラしようが、この映画は他の部分で圧倒的にクソ映画だから挽回のしようはないけどね。3倍速がなければあんこを持ってかれるくらいのひどい映画なのぜ。本当にモラトリアム多めできっついし、水増しがパない？薄味のカルピスですらない出来栄えがモルトベーね。1時間の映画でもいいから、ずっとゾンビーとドンバチしてくれるって映画でいいのぜ。他の要素は一切いらないのぜ。この映画ってモラトリアムシーンを削ったら、まともに見てられるシーンは50部もないんじゃないかな？ってくらい半分つまらないシナリオ。これがダメポイント。次のクソポイントが演出がクソって部分で、嫁ゾンビー登場シーンだったりと、こいつらがやたら尺稼ぎしてくるんだよね。で、こいつ何？って感じで、こいつらってゾンビーというかミュータントって方が正しくて、このミュータントたちの目的がいまいちわからないわけ。ゾンビー映画のいいところって、ゾンビーはドアを開けられない、エレベーターを使えないってところがゾンビーのいいところなわけ。感染力が強いので数の暴力ができるというメリットがあるけど、簡単に隔離できるっていうデメリットがあるからゾンビー映画は面白いのぜ。ところがこのゾンビーというかミュータントたちって、普通にエレベーター使えるし、馬乗れるし、チームで襲いかかるくらい社会性があるしほぼ人間なわけ。つうことは、別にラスベガスに閉じこもっている理由も、必要もなくて、さっさとコンテナ登って別の地域に行こうと思えば行けるし、本当にこいつらの存在が意味不明なんだよね。嫁ゾンビーに尺稼ぎ煽りムーブさせるっていう尺稼ぎしないで、このミュータントたちの目的とかを描けよって感じなのぜ。そう、まあそんな感じで、こいつらにとってこのコンテナバリアーなんて意味をなさないのに、こいつらはわざわざ食料の枯渇したラスベガスに引きこもっているという、ガチで意味のわからないシナリオなわけ。では、最後におまんじゅう的おすすめ度を紹介。おすすめ度は、星1、いやー、本当にいいもんを見れたというか、前に評価した作品で、ミッションインポッシブル7がクソすぎてベネって動画作ったんだけど、これは悪い方にぶっ飛んだクソ映画であり、何がごいすーってよくもまあこんだけ予算かけて、これ作ったなって出来栄え、とりわけ不死属性で人権派でお邪魔キャラという悪魔のような、うんこプラス放射能のような組み合わせ、魔王を生み出し、この魔王に主人公の娘特性をつけるという鬼畜っぷりが、ガチでパないしキレッキレのセンスのなさでモルトベーね。おまんじゅう的に後にも先にも、この魔王以上におまんじゅうたちを不快にさせるキャラクターは、生まれないんじゃないのかと思えるくらいの、ガチでこの魔王を生み出したセンスのなさがごいすーなのぜ。まあこんなにたくさん言ったけど、この映画はいい映画で、例えばワイルドブレイブとかなんかは、普通のつまらない普通の映画で、駆け出しの役者が主役できて、キャリアアップできてラッキー。っていう、キャリアアップのための映画みたいなものだから、ほとんど誰の記憶にも残らないし、N 年後に話題になることもないわけ。じゃあ、この映画は何がごいすーかって、書いても書いても止まらないダメポイントの嵐であり、細かい部分でもよくできているのが、例えばこのシーンで影や、お前も一緒に入れや、というこのシーンを見たほぼ全員が、突っ込んだであろうポカーンシーンであり、極めてセンスのない演出がさえ渡る。細かく突っ込んだらこんな感じでキリがないのぜ。まあ、
この鍵屋はアーミーオブシーブスって映画の主人公なので、後で使う可能性もあるからこんな演出したんだと思うけど、映画見てる側はそんな監督の意図なんて知ったこっちゃないからね。視聴者さんが間接的に受肉するメインキャラたちはとにかく、してはいけないことをする、しなくていいことをする、をさせちゃダメなわけ。それが全くできていないし、ただのモラトリアム映画だしと、おまけ程度にアクションシーンがあるだけだし、この電動のコキリとかバトルで全然使わないし、兜つけているのにバカの一つ覚えみたいに神エイムでヘッドショット狙おうとするし、クソバカしかいない。このシーンでも嫁ズンビーの顔を、旦那ズンビーの後ろに投げれば脱出できただろうってシーンで、意味不明な選択をするし、全員チンパンイカなのぜ。ただ、これはあくまでもこの評価はおまんじゅうたちの完成であって、インドブとかアマゾンレビューとかだとこの映画は平均 3.5 くらいの作品であって、平均値が最も客観的な評価なので、うちらがこの映画を極めて辛辣に評価しているだけなのぜ。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか？皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。